どうも入植者の皆さん、今回もサクサク、リムワールド。前回は全裸ガスマスクマンにティミー、キリトを仲間にした回だったな。ティミーとキリト、冷凍庫で睡眠。万引きの罰かな？その部屋、食料保管庫だから、マイナス50度なんだけど平気？寒いなんてレベルじゃないな。部屋は作る。作ってるから、せめて冷凍庫で寝ないで。冷凍庫で睡眠はもさすぎる。お、初のクエストがやってきたわね。クエストはそのまんま、クエスト。今回は埋蔵品の場所判明。って感じだな。結構近いけど、まあ一旦無視かな。周りの様子ちょっと見てみようか。左に3つ、別の派閥があるが、全部敵対だけど大丈夫か？あいつら同士で潰し合わない？あとこれ、編集してて今気づいたわ。私、最初の拠点選びの時、川を道路だと勘違いしてる。致命的なミスすぎる。いやでも、ほらまあ、ボートとかで移動すればいいだけだし。この世界、そんなものあったか？多分絶対間違いなくない。まあ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 、一応右に進めば有効コロニーあるし、あと敵拠点を美味しくするモッドを入れた。襲撃も定期的にするつもりだから、その点では近いのはありがたい。前、あんまりにもひどかったもんな。ハイリスクノーリターンだった。それで研究宅が完成。研究宅は研究をすることで、いろんなレシピを解放できるやつだな。地熱発電、水力発電目指しつつ、タレットとか防衛施設いろいろ作りたい。このシリーズやって思ったことは、前の拠点1、恵まれすぎてた。正直あれトップレベルだよね。今回はいろいろ安定してきたから、サクサクダイジェストで、進めていく。アノマリー側の研究収容、存在の収容、収容できるようになるな。確保、収容、保護、そのためのコロニー。次はバイオフェライト抽出の研究して、グールを作れるようにだけしておく。作るのは後だが、一旦準備だけな。今作り出したら壊滅しそう。なんかわからないが、やばそうだよな。作業してたら、マッパローがやってきた。アノマリーよりアノマリーな見た目の。果たしてこれを超える見た目はいるのか。防寒の点で普通に優秀。しかも手名付けだけなら敵対しない。アノマリーみたいな見た目もアノマリーだらけの世界なら許容範囲内。1体目のアノマリー収容だな。それで入植者1人、タズって人が、サイキック儀式の場を作りたいって、絶対に、今作るべきではない。儀式失敗で大惨事まで見えた。ボイド換気の儀式。未確認の存在を引き寄せれる。敵を呼べる。漢字だと思う。アノマリークリアをするには必須って書いてあったけど、肝心のアノマリークリアの条件がどこにも書いてないっていう問題。視聴者に頼るしかなさそう。多分だが、モノリスの研究進めてって、最後の方になんかあるんじゃないか？その研究をアンロックするために未確認のアノマリーが必須的な？新種のアノマリーを発見したらモノリスの研究項目が増える。その解釈であってそうみょんね。そしたら防衛設備も作っていかないとね。まずここに通路、岩系の壁にしておいて、ここに罠を大量に設置する。前のイメージ、罠は最強だった。難易度高い敵だと。どうなんだ？全然私、勘違いしてたんだけど、敵のここの強さは変わらないらしい。テラリア的な発想してた。でも前回、明確に硬かったような。前回襲撃してきたのがネアンデルタール人って敵で、バイオテック追加、かなり強い敵。かなりの脅威になりそうだな。それとは別の脅威がやってきた。シンプルに拠点ど真ん中雷。なんか消火器とかあったよね？拠点広いなら使った方がいいかも。あ、ごめん今すぐ欲しいわ。拠点のあらゆる場所が火事。おい、確実に狙ってるだろお前ら。雷の神を怒らせたか？目の前で弟殺しちゃったわ。それで作業をしてたら、襲撃が来た。罠がまだ完成してないんだけど、ま、パパッと倒しちゃえば OK。全裸だし、こんな奴ら余裕。あれなんか、ステータス見ると、ネアンデルタールって書いてある気が。噂をしたら早速やってきた。ただ結構して優秀な気がする。ただし、ネアンデルタール人は、学習能力が低くて仲間にしてもあんまり意味ない。なるほどね。OKOK つまり、捕らえて実験してグールにするわ。無能として走られた方が幸せ。ただこっち、まだ武器を作れてない。霧と戦えないし、近接多めだし、というか、今の一瞬で、グールの HP 半分持ってかれたぞ。あれ、もしかしなくてもやばい？こいつら攻撃力めっちゃ高いし、体力めっちゃ多い。普通にまずい。ネアンデルタール人を信じすぎ。銃もナイフも効いてないレベル。リムワールド作成人はネアンデルタール人を一体なんだと思ってるの？一人ダウンにグール死亡。もしかして、ネアンデルタール人って、体半分サイボーグなのかな？全員入植者全員ダウンしたぞ。まだ他の遠距離武器作れてなかった。そこの問題もある。けど、こいつらが想像の倍以上強いんだけど、正直、生身だからって舐めてたよな。全裸だったら、舐められても仕方ないでしょ。まあ言いたいことはわかる。とりあえずまず、キリトに武器を持たせて、背後から攻撃、これで、一応襲撃。逃げていってくれたが、半壊どころか、
ほぼ全開レベル。撮影中は難易度の都合だと思ってたけど、人種での強化、そんなのもあるのね。逃げようとしてる、逃げるなー。あー、キリト、おお、炭治郎しようとしたらキリトがやられたぞ。頼む、長男なんだし耐えてくれ。これはさすがに、時間巻き戻し必須だな。でもガチ初見は、絶対に、ネアンデルタール人舐めてかかると思うんだ。まあ見た目的には雑魚だったしな。待ってまた襲撃。人間のような忌まわしき者、人間のような、ゴアハルク、カイのアノマリーで、近距離攻撃がほとんど効かない上で、こいつらも遠距離攻撃してくる。これがサイトスティーラーと同じ。上級は一体どうなっちゃうんだろ。とりあえず今、銃持ちが一人しかいない。この人だけに任せるしかないな。ただ相手も遠距離攻撃持ち、正直結構部が悪い気が。何が何でも罠作らないとまずいなこれ。いくら戻せても、壊滅は近そうだぜ。タレットを展開って何？タレットを展開、ほんとだ。これ、初期装備のタレットっぽい、救済処置の要素みたいな感じか。ところでそれ、さっき使えばよかった気が。まあほら、さっきは知らなかったし。アノマリーの難易度が高い分の、救済処置みたいな要素にょんね。タレット展開、攻撃力は別として、こっちに兵と交わせて撃てば楽。マジでさっきからこれでよかった説。いやでも、ネアンデルタール人は、タレットの弾ぐらい受け止めたかも。アノマリーよりアノマリーだろあいつら。むしろ今度、ネアンデルタール人来た時に、アノマリー召喚の儀式初めて見る。アノマリー VS ネアンデルタール人、勝手に戦え。タレットの援護もあって無事撃破。まあでも思ったより楽ではあったな。見た目キモすぎて超警戒したわ。完全にさっきとは逆パターン。はい、それじゃあとどめ刺す。収容なんてない。敗者にふさわしいエンディングを見せてやる。声うるせえな羊か。そう言われたら見た目も羊毛に見える。多分アノマリーの死体を食肉加工することでねじれた肉みたいのが手に入る。人間が食べたら心情が下がるが、グールが食べる分には問題ない肉だな。まあでもやっぱ生なら鮮度が命。アノマリーをそのまま食わせるのす。人間の死体も食べてくれるし、そういうのの処理はアノマリー楽そう。気もあればグールもいるもんな。それで弓作るためのが必要だと思ってたら、全然そんなことなかったらしい。工芸作業場、置くだけで武器を作れる。ただ時間はかかるし性能は低いにょんね。まあそれでもはるかに、ないよりはマシ。主に数名武器持ってないし。さっきの範囲絶対にそれもあるだろ。そんな感じで弓を作ってたら、次はフレッシュビーストの襲撃。何もいない地面が映し出され全言撤回。やばそうだなこれ。地面にひびが入って、地面から、なかなかにキモい。インガースパイクって敵が来たな。しかも拠点のど真ん中、それはまずい。左の制作エリア向かって行ってるし、しかも1体だけじゃないぞこいつら。フレッシュビースト、5種いるのが特徴で、相手によっては死亡時分離とかする。まず一旦、キリトに弓を持たせる。タイミング的には限りなく最高。弓完成してから来てよかったな。今回来てるのは、分離しないやつにょん。というか今分離来たら相当きつかった。とりあえずキリトに弓装備、左側、3人いるし行けるか。倉庫の中の、タズって人、戦えない人だから実質2人。パート3で早速裏目に出てるな。終盤で空からの襲撃はあったけど、まさか今こんなの来ると思わなかった。これには入植者もたまらずクレーム。実際アノマリー、キモい敵だらけ。とりあえずキリトが弓回収できた。キリト、遠距離のステータスも高いから、基本遠距離で戦うことになりそう。キリトが剣を持つことはないかも。みんなも左向かってるけど、急な襲撃すぎて、これ正解は狙われてる奴ら逃がして、合流してから戦闘だったかもな。ど真ん中すぎてめっちゃ焦ってた。一人近接、一人遠距離で対応。ただ、近接のが3体同時に殴られてる。もういい、みんな来たしここで対処。死にたくないなんて言ったって、それで生きれるほど甘い世界じゃない。今さっき身をもって知りましたもんね。さすがに死にはしない。よね、そんなに強い敵ってわけではなかった。これで対処は完了だな。拠点ど真ん中出現はさすがに予想外。フレッシュビーストにゴアハルク、2種のアノマリー襲撃してきたかい。とりあえず罠の準備は早急にしないと。それと、ネアンデルタール人には気をつけよう。あいつらが一番の化け物。便利系の研究進めたかったけど、これは先に戦闘系進めないとかも。バイオテックも本格的に進めるべきだな。とりあえず、今回はこの辺で終わる。次回は装備&拠点強化会で。それではご視聴ありがとうございました。